ラフっていうか想定の1個しか出さないんですよ。うん、3案ぐらい出してくれませんかって言われたりするんですけど、うん、絶対出さないですよね。うんうん、まあ、立体物なんですよね、書籍って。うん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 、平面で、はい、ウェブで見るのとちょっと違う感じですよ。背中があって、本の厚みが一番大事。本の良さってサイズだと思いますよ。うんうんうん、かっこいいデザインって、まあ、変な言い方だけど得意なんですよね、うん、デザイナーだから、うん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 、でもかっこよすぎると手に取らないじゃないですか。はいはいはい、読む人って普通の人だし、うん、そのこの想定 かっこいいなっていう表現って、例えばこれなんかそうなんだけど、うん、かっこいいかもしれないけど、ものすごいソフィスケでされてるかっていうとそうでもないじゃないですか。はいはいはい、だけどなんかエンタメ感もあるよみたいなのを、うん、もっとわかりやすく言うとね、あれですね、まあ、少年ジャンプとか、はい、あと、まあ、ドラゴンボールとか、はい、みんな大好き、はい、ドラゴンボール大好き。でもドラゴンボールが白い表紙になってすごくかっこいいロゴでやったら、はい、これは俺が読むドラゴンボールじゃないってなるじゃないですか。そこの勝負って正直多分みんな分かってないですよ、うんうん、その普通の人は、はい、でそこを高いレベルでやりたいんですよね、うんうんうん、じゃあタイポグラフィーとか使うスペーシングとか、うんうん、そこで結構レベルを高く自分ではやってるつもりなんですよ、うんうん、だから真似できそうでできない感じ、うん、僕はあのラフっていうか想定案って1個しかダメなんですよ、はい、でダメが出たら作り直すから1案、うんよく3案ぐらい出してくれませんかって言われたりするんですけど、うん、絶対出さないですよ、うん、一番大変なところで決められないから依頼してるってところも絶対あるはずなんですよ、うん、ただうちのデザインが1個しかないわけじゃないんですよ、うん、社内的にやる時にはもう無限にあるんですよ、うん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 、それで僕が決めてこれにしようってなって、はい、まあ、実際自分が手を動かす時はやっぱりいっぱい作った中から1個に決めてるわけだから、そのプロセスは絶対あるんですよ、うんうん、1個一生懸命作るからって、うんちょっとワンジェネレーションしたってすごい工夫して、ね、おしゃれな人間みたいなのがいっぱいいて、それこそなんかちょっとカラフルなプリント T シャツにジャケット着ますよみたいな、うんうん、あかっこいいな、ジーンズもいい、うん、かっこいいジーンズもスニーカーもいいの履いてるみたいなのが僕10ぐらいしたのに、うん、おしゃれだったんですよ。そしたらでもそれはその後はだからもうその先ってもっとすごくなるのかなと思ったら、そこが頂点でしたね、うんで品質化しちゃったんですよね、うんうん、地方都市とか行くとみんなびっくりしますよね、うん、昔ね、ちょっと甲府あたりとかにいたりすると、うん、なんかまあ垢抜けない田舎のじいちゃんみたいな人いっぱいいたけど、うんうんうん、もう今どこ、変わんないですよね、そうですね、とかに行ったって、うんうんうん、どこの駅で降りても、中央線どこの駅で降りてもあんま変わんないですよ、うんうんうん、小口玉で行っても変わんないですよ、ね、全体的なレベルが上がったってところもあると思うけど、はい、だその辺がちょっと残念だなっていう感じ、うんうんうん、でオタクがもうねマイナーじゃなくなっちゃったから、うん、まあそうですね、その文化、まあ、これ自分が年取ったからと思うけど、自分たちの独自の世代でやるこうなんだろう味みたいなものって出せたらいいのになって、はい、周りの評価が気になるのかもしれないけど、うんうん、うーん、まあ、上に潰されちゃうかもしれないけど、うんうんうん、まあ、頑張ってみたらっていう気もしますけどね、うんうん、だっていつまでたってもガンダムですよ僕は小学校の時ですよ、うんうん、